まだ誰のものでもないニュース。増田貴久はほぼ来てない。ギャラは復帰。トイレは行かない。ヒゲは生えない。黒い水着が好き。熱愛報道がなさすぎて一部のファンから心配される。上戸彩が中学の先輩で上戸の卒業式で写真を撮ろうと誘われたが流出を心配し渋っていた。超秘密主義でマネージャーにも自宅近くまでしか送迎させない。平成ジャンプ有岡と似ている。この遊具に乗りがち。みかんの皮を元の状態に戻す。両手でジョッキが可愛い。メンバー小山が結婚した時はキノコ小山育て投稿した。ライブ衣装担当で後輩のライブ衣装も担当している。歌声が優しくて細胞に染み渡る。キンキキッズのライブで友達同士でも予定を合わせるのが大変なのにこんなに多くの人が同じ目的で同じ時間に集まっていることに感動。その経験がアイドル活動の軸となった。